皆様、おはようございます。と、こんばんはですね。いや、今起きました。10時半ですよ。ベルギー時間。かぶさんえ、ゆうのや,やさん、どうもです。かぶさんえ、11月22日は、ペットに感謝をするんだそうです。かぶさん、エマちゃんにはもう会いましたか、えー、元気ですかえそういえば、猫さんもいますね。かぶさん、たくさん動物と触れ合えていいですね。うん。でも、爬虫類系は、苦手で,ですね。 えー、蜘とか蛇とか飼ってる人もいますけど、えー、かぶさん飼ってみたいですか私は絶対に嫌です。いやー、雲とか飼ってる人いますよね。あのー、僕もちょっと苦手、苦手というか、蛇とかあんま好きじゃないですね。見る分にはいいんですけど、うん。しかも、爬虫類系とかって、あのー、食べ物が肉食、あのー、コオロギとか、コオロギとか肉食ですよね。結構大変。うん。用意するの大変,大変なんで。 あのー、難しいので、あの、無理ですね。うん。爬虫類系飼っる人してますよね。トカゲとか。うん。はい。えー、っとー。 藤原美子さんどうもです。カブくんお疲れ様です。テレサ10は、羽生選手と同じ、気管支全息を患っていました。全息の発作で亡くなりました。東洋の歌姫でしたね。懐かしいですね。うん。羽生選手は前に向かい立ち上がってますよ。ご夫婦のことは二人にしかわからないです。うん。羽生選手を応援しましょう。見守りましょう。カブくん毎日ありがとう。おやすみなさい、お,おみなさいませ。またね。うん。 いやそうですよね二。二人にしか分かんないですよね。まあ、あの、声明文ね、まあ、書いてらっしゃいますけども、まあ、二人にしか分かんないですよでもう。ん。セルサテン、僕、すごい好きでしたよ。ね、もう本当に早死にしちゃいましたけど、うーん、波乱,波乱万丈人生でしたね。うん。 償いは本当に好きですね。空金さん、どうもです。おはようございます。今朝は快晴です。えー、本日、11月22日は、回転寿司記念日です。あ、そうなんですね。回転寿司記念日。それと今日は、ペットたちに感謝をする日でもあります。えー、京都は晴れ予報で、予想最高気温は19度です。え、宮城に関しては晴れ予報で、予想最高気温17度です。あったかくなってますね。ねえ。うん。まあ、これ、 この暖かいの多分、低気圧が通過する前じゃない多分ね。通過した後は一気に寒くな,なるような気がしますよ。うん。京都も寒いですからね。夏は暑くて冬寒い。これは京都ですよ。 えー、お天気観測お疲れ様でした。エマちゃんを連れてオフタンドにやってきたんですね。今日、えー、今回は何日間くらいオフタンドに滞在予定でしょうか。えー、楽しいひとときをお過ごしください。オフタンドはね、あの、いや2、3週間くらいかな。2、3週間くらいだったと思いますよ。うん。レモンミカンさんどうもです、えー。結婚において責任とかよりもウェディングで娘が、あの、白むくとかウィ,ディングウィディングドレスとか、えー、清らかな 白い花嫁衣装を着るのを見たいというのは親心です。嫁に行くまで、えー、育ってくれた幼い頃からの腰、えー、方。行く末を、えー、思いうるうるする。パパは娘を避けるように落ち着かない、えーパパ。パパは仕事から帰宅すると、玄関に娘のお婿さんとなる彼氏の靴があり、ムカついて彼氏の靴を蹴伝います。歴、えー、死の当日、お父さん〇〇さんのもとへ嫁ぎます。今まで、 あの、育ってていただき、ありがとうございました。えー、白むく、で、三つ指ついて、父親に挨拶。パ,パパ、涙がちょっと切れる。え、えっ、ー、と、ウェンディングドレスで、友人たちに、ブーテを投げる。ポーン、受け取った友人に、次に嫁に行くのはお前だ。よろしく、つなぐ。えー、この一年のルーティンは、えー、自分もやってきたことですが、祝福されて幸せでした。えー、疲れたけどね。まあ、旦那の友人で、えー、な、成田離婚も、<laughs> 実際あったけど、成り立り婚成り立り婚ってあれでしたね。あの、結婚式でやるために稼ぐ。あの、家を建てるためにためる。子供を育てるために働きまくる。無理しても動く。目標があると人間は頑張れるものでした。動物や鳥だって何歩頑張るか。薄紅のコスモスが秋の日にの何気ない日だまりに揺れている。この頃涙もろくなった母が庭先で一つ設業する。縁側で、 アルバムを開いて、私の幼い日の思い出を何度も同じ話を繰り返す。明日と次ぐ私に苦労はしても笑い話に、えー、時が変えるよ、えー。心配いらないと笑った。秋桜、コスモスかこれ。山口桃枝、えー、須田正史、この歌ちょっとわかりませんね。えー、35年、あっという間私もこの頃、えー、涙もろかった感になったかな。いや、体力はただ落ちだけど、えー、涙もろくはない。など。 まだなんとか生きてる。うん。はい。ということだそうです。まあ、あのー、三つ指ついてとかね、ありましたね。今も、今もそんな感じなんでしょうかね。うん。今は少し楽になったかな。ね成田離婚ってありますよね、それはね。昔、僕は聞いたことあるんですが、ディズニーランド離婚っていうのも聞いたことありますよ。 あの、ディズニーランドって回し時間が長くなりますよね。そうすると、話すネタがなくなっちゃって、えー、なんかお互い気まずくなって、離婚すること。あの、カップル別かれてること、ディズニー離婚ってね、聞いたことありますね。うん。はい。ようさんどうもです。かぶくんおはようございます。まさに北海道の絵ですよ。同じ ひどく、広く広がる大地。どこまでも続く平らな道。心がふーっと息をした。綺麗な空気を吸って生き返るえ。素敵な朝をありがとう。今日もぼちぼち過ごします。急がば回れ。急いでは仕事をし損んじる。えー、気を抜けない時代だからこそ。夜明けの光を大切に。ダブを添えて、カブ君ありがとう。せわねなんかこれもなんか歌の歌詞っぽいですね。うん。昨日開けた動画ですよね。あの、一番最後の。北海道と似てますよね。 うん、北海道はあまり行ったことないですけども、なんとなく想像で。えー、そしてカブ君、かぶくん、マちゃんをスタンドに連れて、いや連れていらしたのね。エベリリーはどんより雲です。でも、雲、雲の、えー、間からですね、日が差すのは素敵。見当たない空です。うん。オレンジ色の紅葉、鈴鹿家の木も綺麗です。うん。道中、連絡の宿り木だらけの木もありましたね。エマちゃんとの日々、楽しみですね。 何日か前に、うちの地域に大きな虹がかかりました。端から端までくっきりと。今日も神奈川県は秋晴れ、20度くらいになりそうです。暑い、暖かいですね。うん。あの、宿り木の木。えー、なんか不思議な、魅惑的な感じがしますよね。あの、結構今年はね、あの、ベルギーも紅葉が綺麗ですね。うん。なんかあの、負けじゅっと頑張ってますよね。うん。 あのいつもね、こんなに綺麗じゃなかったっ。今年結構、ベルギー紅葉綺麗ですね。うん。マイクバーィラさんどうもです。歌舞伎のおはようございます。山口とアイズの因縁を知ってますか山口とアイズ。え、幕末には長州、山口は、え、あ朝廷型の、いわゆる官軍。アイズは徳川幕府型で、え、アイズ若松は攻め込まれて、焼かれてしまったんですよ。え、白子隊の、えー、お話が生まれたのも、この時っ あ、そうなんですね。なるほど。あ、山口と会えずになんか因縁があるんですね。なるほど。うん。意外な感じ。うん。藤原山子さん、どうもです。えー、かぶくお天気お兄さん、ありがとうございます。北海道みたいですね。北国洋さんに会いに行くのかな。いいな。多少天気が悪くても、やっぱり東京と違って景色が雄大,雄大だわね。うん。おや、えちゃんも一緒に。最高だね。 うん。ただいま、我が家の家に、庭には、左何点と何点、千両、万両、いっぱい身をつけて、え、狂いに先してます。えー、しばらくぶりに鳩がやってきました。1月、2月まで身をつけてくれます。鳥が、鳥がだけど、鳥が、うん。なるほど。お正月は楽しみです。え、かぶくん、毎日ありがとう。またね。うん。そうですね。え、でもこれ鳥がって、つまりあれですね。鳥が食べちゃうっていうことかな。うん。 そして、かぶくん、おはようございます。今里だけじゃなくて、今、あ、今里だけですね。今里焼だ,だ。えだ、ー。細木和子さんはも、うなく、あ、細木和子さんでもなくなっちゃったんですね。えー、たっきりの長時間ドラマ、国宝のメスがおすすめです、えー。ヒューマンあふれる、えー、石役を演じています。ネット配信で見られるんじゃないかな。明日、大阪入りします。NHK 杯ですと、えー、かおりん様とおそろいのまいちゃんのロゴの入った、えー、T シャツで応援をしていきます。 エモーション手製のバナーも用意しましまたよ実は、えー、先週大阪のリボが立ち上がるときに掴んだ手すりから手が転、えー、滑って転んだんですが転んだだけならいいんですが右足の上に自分の体重を借り 左大腿骨骨折となり入院しています。先日、骨をつなぐ手術をしましたが、少なくとも1ヶ月の入院だそうです。入院先の病院は、面会はとっても厳しく、頻度は主婦1回、2人まで時間制限、など20分までなんです。おまけにマスク着用ですなく、フェイスガード着用も必要です。まるでコロナ先生期の時のようです。大変ですね。 え、規と電話で話をすると、厳しい面会制限のせいか他の入院患者さんにも、え、面会に来る人はいないそうです。うん。規模は9万州からの引き上げ経験者で、小学校の時は、風の体育では、あ、は、すべて近くの交代系でのスケーターだったそうです。うん、うん。で、教室にブレードの剣舞でもあったそうです。ちなみに、カオチャファンで、あ、そうなんですね。いやー、でも転んじゃったんですね。危ない。危ないですよ。 うんですねうんそっか満州うんてかあの今もコロナねあの病院の対応厳しいですねあのー、なぜなんだろうねうん厳しいところもあるんですね カブさん、お疲れ様ですね。車窓からの流れが気持ちいいですね。ベルギーも紅葉してますね。うん。お弁当を食べたくなりました。カブさん、エマちゃんをお迎えに行ったんですね。お久しぶりですね。今回は誰かいの滞在,滞在ですかカブさんの癒しになっていいですね。うん。そうなんですよ。まあ、2、3週間くらいかな。うん。えー、ベルギー窓紅葉してます。お、お弁当を食べたくなりますかね。うん。寒いですよ、ちょっと。うん。 っちさんどうもです。株券こんばんは。11月22日水曜日、10%、6度、17度。今日は風もなくて、すごくいい天気ですが、明日からかなり寒くなるあ、やっぱりなんですね。ってことは、今暖かいっていうのは、低気圧が通過する前の南寄りの風だからかな。えー、毎日2時間ほど仕事をしています。やっと裏庭のカヤや,や笹の根っこ掘りとの格闘が終わり、 今日から中庭に移りました。アジサイの剪定と種がこぼれて砂利道に生えている小玉巻青い花が咲きますを花壇に移,動移植したよでもまだ半分残ってるんで、えー、続きはまた明日です。うん、本当はまだまだ成り足りないですが、かかりつけ委員の先生から時間を減らす前、減らすようにと言われています、うん。頑張れすぎるとめまい起こしちゃうので、天井はくるくる回るよ横の壁もくるくる、 本当に漫画の世界みたいだ、いだよ。あみ、みたいなんだよ。最初びっくりしたけどね。病院の先生が処方してくれた薬で、落ち着くと分かってからは安心しています。私、ジェネリック薬品を使ってますよ。えー、健康保険証や、お薬手帳にもジェネリックに変更をしてくださいと、シードを貼ってます。なるほど。でも、ほとんど変更をされないことが多いけどね。えー、変わったのは、ビタミン剤と湿布薬くらいかしら。 薬、薬剤さんや、えー、おみ、お店の人もちゃんと説明をしてくれたよ。だから信用をしてるんだ。うん。かの庭に、ある、大きな鉢には、何が植わっているのえー、たくさん並んでたよね。大きな鉢なんだろう。気になる、ミネールのトンネルがかき回ったよね。えー、何を育て,育ててるんだろう。やさやかな、私は大根、えー、水菜、菊菜を育ててるよ。10月に種まきした、スナップエンド、えー、キヌサヤの、 えっと、目が少し育ってきました。スーパーで買ってきた、買って作った野菜の根っこを、えー、育てるのも好きです。三つ葉、ネジがそれですよ。ちゃんと使って食べてるよ。かぶ君聞いていい白米食べてる白米、白米ね。うん。ご飯は炊飯器で炊いてるの。ずっと気になったんだよね。じゃあまたね。いや、これがね、実は毎日僕食べてるんですよ。うん。あのね、ベルギーに来ても、 あの、毎日お米食べてますよ。炊飯器はね、この炊飯器はね、どこで買ったのかなえー、っとね、多分アマゾンで買ったんすよ。アマゾンで。うん、売ってますよ。でもちょっと日本の炊飯器はちょっと、でもね、ほとんど同じかな。うん、ちゃんと炊けますよ。えー、でね、あ、でもね、こっちに中国製の炊飯器があるんですが、それやっちゃうと、あのー、中国製の炊飯器は、お米の、 その下の方が、なんかぐちゃぐちゃになってて、なんかおかゆっぽくなっちゃうんですよ。めっちゃまずくなりますよ。でも、日本製の炊飯器はね、もうちゃんと炊けるんですよね。これが。美味しい。うん。だからそこは平気なんです。で、お米はね、イタリア製のお米を食べてるんですよ。これアジアンマーケットに売ってて、あの、これはね、まあ、日本のお米と似てるんで,似てるんですよ。ただ、ま、あ日本のコシヒカリとか、まあ、秋田小町とかの日本のお米の方が圧倒的に美味しいと思いますけども、まあね、そこは我慢して、うん。やってますね。 で、あのー、ま、あ最近ね、ま、あ結構健康にも気をつけてい,いきたいなと思ってるんで、まあ、できれば、ま、玄米とか欲しいですね。ね、玄米とか、ま、あいろんな食事ね、いつも偏っちゃってるんで、まあ、今年の目標は、まあ、あの、食べ物をね、ちょっとこう変えてったりとか、ね、あの、そういったことをしたいですね。うん、あのー、 お家にあった、あの、ビニールありましたよね。あれ、あれ、なんでしょうかね。あの、聞かなかったんでわかんなかったのと、それから鉢植えなんか割ってましたよね。これもちょっと今回ね、雨であんまり見なかったんで、バラかなんか,かなちょっとわかんなかったですね。うん。はい。まあ、こちらもどんどん寒くなってきてですね。まあ、明日以降、ほんと寒くなってくるんで、うん。まあ、雪が降るかもしんないっていうねち。ちょっと楽しみですね。ちょっと。うん。はい。ありがとうございました。